えー、本日は世界メシア教周期大祭おめでとうございます<手>、えー、先ほど私の誕生日を皆様の温かい拍手によって祝ってくださいましてありがとうございました この夏は大変な暑さで、熱中症にならないようにと、水分をよくとるようにと、ずっと言われてましたけども、水分をとるよりもむしろ年をとってしまいました。<laughs> この夏は本当にあの、危険な暑さと言われるほどの暑さで、 せっかく夏休みだというのに、全然夏が休みを取らない。<laughs> ずっと一生懸命夏が頑張って働いて。それでこんな暑いんでしょうか。ちょっと意味は違いますね。<laughs> えー、この夏、この暑さには、あの、虫も参ったようで、虫暑い、虫暑い、虫風呂のようだとかね。 この朝、虫がすかなかったんでしょう。やっと、秋らしくなってまいりました。えー、虫の音が、涼やかに聞こえる頃となりました。鈴、え、虫、ー、松虫、マツム,シクツアムシなど、いますね、えーと。変わった虫としてはですね、 よく食卓に出てくる茶碗虫。<laughs> また、道路の交差点に、えー、ある、いる信号虫。この信号虫は無視できないですから、捕まえないといけませんね。この信号っていうことで言えば、人の心の 信号、心のシグナルを読み取るのは大変難しいですね。難しくて私は大変、えー、苦労しております。その人の心を空に例えて、男心、女心と秋の空と言いますね。秋の空ということは、えー、心というものは、 えー、移ろいやすい秋の空模様のようだ。ということでしょうか。本当に。またね、言葉としても、あの、嫌いだって言っても、本音は好きだったりして。本当にね。私はそれで、えー、よく読み取るのを失敗して、よく怒られます。<laughs> えー、その心の空をね、 読み取れなくて、えー、空見たことか、って言われます。<laughs> その点、えー、道路の信号は簡単ですね。わかりやすい。青と黄色と赤。青、アホー気ぃつけな、あかんで、<laughs> という意味だそうですね。あ、ちょっと信号が赤になりました。 あかんということなので終わらせていただきます。<laughs> えー、本日の祭典行事につきましては、ここ、ホテルニューオータニ大阪の皆様より、格別のご理解とご協力、また、数々のご配慮をいただきまして、 開催させていただくことができました。ここにホテルニューオータニ大阪の皆様に熱く御礼申し上げます。誠にありがとうございます。名士 <拍手 S 1> 様は人間には有根と玄根という 二つの魂が存在することをおときになりました。私どもは、世に生まれる前、創造の始まりの天国にいたのですから、有根と言われる魂も、原根と言われる魂も、天国に存在していた、と私は思います。私どもは、現象の世界においては、 男性となったり女性となったりしていますが天国は男性と女性とに分かれる前の世界でありますから私どもは天国においては男でも女でもなかったのです男性である不正の魂と女性である母性の魂との二つの魂が一対の 魂として私どもの中に存在していたのです。この不正母性一対の魂のどちらか一方の魂が想像された現象の世界に原本として送り出されることによって私どもは男性になったり女性になったりしているのであります。ですから 不正の魂が現象の世界に送り出されて男性となった人の場合はその人の中心に存在する天国に母性の魂が有根として残っておりその反対に母性の魂が現象の世界に送り出されて女性となった人の場合はその人の中の天国には不正の魂が 有婚として残っているのであります。そして、私どもは、世においては、男性と女性とが一つに結ばれて、子供が生まれますが、神様は、私どもをご自身と一つに結び、私どもの中で、ご自身の子供をお産みになろうとしておられるのであります。 神様は、私どもをご自身と一つに結ぶために、私ども一人一人に対して、文字通り老若男女を問わず、天国に立ち返ってくるようにと、常に呼びかけてくださっています。その呼びかけに対して、私どもは、自分が、 神様の命の現れであることをまず認め、自分が女性であれば、地上で母性の魂を持たされた者として、不正の魂が存在する天国に立ち返って、不正母性一対の魂にならせていただきます、とお返事し、その反対に自分が男性であれば、 地上で不正の魂を持たされた者として母性の魂が存在する天国に立ち返って不正母性一対の魂にならせていただきますとお返事させていただいた方が良いと思います。そして 不正の魂と母性の魂が揃った姿で、神様の見前に立たせていただき、あなたの命を私に託してくださって、私は人とならせていただいたのですね。そして今、あなたの身元に帰ってまいりました。見心であれば、あなたの一つ体としてくださいますように、と申し上げること、それが、 立ち返るということであると思います。神様は、そうした私どもの姿をご覧になって、良しとされれば、不正と母性の魂が一対となった私どもの中に、恐れ多いことに、メシアと名付けられたご自身の子供をお産みになってくださるのであります。このことが、 メシアとして新しく生まれるということであると思います。そのために神様は私ども一人一人の中に存在する二つの魂としてお働きくださり、私どもを神様の子供を受胎するものとすべく、養しない育てておられるのであります。 神様は、ご自身の子を産むという創造の身胸を成し遂げ、私どもをご自身の表現の体とするために、私どもを必要としておられるのです。神様が私どもを世にお使わしになったのはそのためです。私ども人間は傲慢なことに、一人一人の働きや、 優劣を自分の尺度で判断し、評価し、神様によって使わされたと言えるか否かなどと、人間の知恵で区別してしまいます。しかしながら、誰であろうと世にいる以上、神様によって使わされているのです。神様によって使わされていない人など一人もいないのです。ですから、 私どもは自分の中に、相手の中に、すべての人々の中に、そして万物の中に、神様が働いておられることを認め、何事についてもすべてのものと共に、という思いを持たせていただくことが大切なのではないでしょうか。人間は神様によって世に使わされているのですから、 自分が現れるために世にいるのではありません。神様が現れるために世にいるのです。人間が神様になるのではありません。神様が現れ、神様が一人一人にとっての私という存在になるために世にいるのです。ですから、 ある特定の人物を祭り上げ、崇拝し、神格化することは、慎むべきであると思います。また、人は、自分が神様の御用にお使いいただいている実感がない、と言います。しかしながら、神様は、私どもを養い育てながら、 常にお使いくださっているに違いありません。自分が今呼吸をしていると感じられたら、それが神様を実感していることではないでしょうか。自分が見たり聞いたり感じたり思い巡らしていると思えたら、それが神様を実感している。 ことではないでしょうか。神様は、ご自身の創造の身胸を成し遂げるために、一人一人、どんな時でも、息と共にお使いくださっているのです。人は、自分にとって都合の良い実感、自分を満足させるような実感を求めているのではないでしょうか。 神様は、このような無知で傲慢な思いに囚われた人類に救いをもたらすために、私ども、メシアの皆の教会の一員として、名士様の生徒として、世にお遣わしになりました。そして、名士様を通して、私どもに、メシアの皆とイエスという存在を知らせてくださいました。 神様は、私どもイエスの捧げた父潮によって、贖がなわれ、許され、天国に立ち返った者とみなしてくださり、私どもの思いをお使いになって、多くの方々を天国に迎え入れ、今までの心を新しい心に作り変え、未来を創造する見業をなさっておられます。この見業を成し遂げるために、 神様は今、私どもに対して、多くの人々のために、鳥なしをする技に仕えてほしいと願っておられます。だからこそ神様は、良くも悪くも、多くの人々と先祖の方々の様々な思いを、私どもの思いの中に集めてくださり、あたかも自分の思いであるかのように、私どもに、 感じさせてくださっているのではないでしょうか。私どもは、神様の願いにお答えし、神様がイエスを通して人類の罪をあがない、許し、今日までの心の営みにピリオドを打ってくださったことを認め、すべてのものと共に、メッシアの皆にある天国の教会に迎え入れてくださいますように、 そして新しい心に作り変えてくださいますようにと神様に委ねさせていただく務めがあると思います救いの源は天国にあります神様は全人類に対し自分がもともと天国に生まれ天国にいたことを思い出してほしいそして今も その天国が自分の中にあることを認めてほしいと願っておられます。その神様の思いを名士様は継承されて、人々が自らの中に存在する天国に少しでも心を向けることができるようにと、その天国の写しとして、地上の聖地のご造営に熱い情熱を注がれました。 その尊い見心と情熱に、その尊い見心と情熱にお応えし、私ども、名士様の生徒一同、自らがメシアの皆の教会の一員である、との自覚を持って、天国の写しとしてのメシア制度の建設に向けて、一丸となって精一杯努めさせていただきましょう。そして、 一人一人のうちに、メシや降誕を成し遂げるという祝福があらかじめ天国で成し遂げられたことに感謝し、その祝福がイスラエルに結び連なる全人類と、その父、母、先祖の方々に、そして万物に分け与えられますようにと、白息、数域、数吐く息のうちにお仕えさせていただきましょう。 そのようにお仕えすることを許してくださっている唯一の神に、メシアの皆にあって、権威、栄光、祝福を着させていただきます。ありがとうございました。